自分たちの会社や自分がそれに関連することがあったら、いち早くそれに関する話をアウトプットするんですよ。これ一番実は聞きます。時は令和ビジネス戦国時代。ビジネスの常識をバッサバッサ叩き、マーケティング侍の非常識なビジネス学。チャオ、マーケティング侍のリュウです。このチャンネルではですね、マーケティングについて実践的に使える話をしていきたいと思います。はい、リュウ先生、今日もよろしくお願いします。はい、今日なんですけれども、僕にはなんかまだ早いのかなと思いつつ、でもちょっと知っときたいなと思うものがありまして、うん、はいはい、 PR っていう概念を最近ちょっと知りまして。素晴らしい。ね、PR めちゃくちゃ重要なんで、まあこの動画を見ている人でも、PR、いわゆるテレビに出たりとか、うん、メディアに出たりとか、まあいわゆるそのブランディングを作っていきましょうと。はい、まあなんとなく聞いたことあるし、うんうんうん、ね、まあ雑誌とかで、ね、たまに特集組まれたりとか、うんうん、なんとなくわかるけど、いまいちよくわかんない。はい、とか、そもそもそんなに必要なのとか、はい、うちは 2B なんだけど、2C なんだけど、まあいろんな形があると思うんですが、その全ての方に言いたいのが、PR はもう第一優先と。あ、そしたらその中小企業の方とかでもやった方がいい。いや、もう PR やってなかったら終わるよねっていう。はい、まあ、先にちょっと軽く説明だけしておくと、はい、PR っていうのは、うん、事業をワープさせるのに最も重要な発想なのね。はい、まあ、例えば広告を使っていますとか、はい、SNS を使ってますとか、まあ、そういう方は結構いらっしゃるんですけども、うん、じゃあそういうのをやってきましたってなったとしても、ある程度の売り上げって頭打ちになるのよ。はい、その理由っていうのがブランディングであると。ブランディング。まあ、これ、はい、過去の動画でもブランディングの話はしてるので、よかったら見ていただきたいんですが、結局そのブランディングがあるかないかで、じゃあもう例えると、はい、水が2本ありますと、はいはいはい、片方がボルビック、うんうん、片方がもう何の変哲もない水でしたって、うん、だいたいやっぱ名前が知れてるボルビックを選ぶよねっていう。そうですね。はい、だからこの知ってるか知らないか、認知されてるか認知されてないかっていうのは非常に大きいよというところで、うんうん、まあ、このブランディングを狙うんだったら PR が必須であるとっていうことで、だけどどうやればいいんですかと、うんうん、みんな思ってるから、今日はですね、この PR について具体的な手順を皆さんにお話ししていきたいと思います。はい、そこで、なんと、もうずっとお気づきだと思いますが、隣にですね、今日特別ゲストお呼びしております。今回は、まあ、その PR の話ということもありまして、じゃあもうこれメディアのど真ん中の人を呼んだ方が早いんじゃないかということで、メディアの中の人、お呼びしました。はい、こんにちは、どうも、マーケティング侍初出演の編集者の鈴木と申します。よろしくお願いします。パチ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 。よろしくお願いします。まあ、鈴木さんという方なんですけど、はい、簡単に鈴木さん自己紹介やってます、はい。自己紹介します。はい、今ご紹介いただいたんですけども、メディアの本当中の人をご紹介しますということで、言葉通りなんですけども、いわゆるメディアといってもですね、皆さんの中でいわゆるマスメディアというふうに分類される雑誌とかネットメディアとかですね、うん、あとはテレビ、この今3つにですね、今までキャリアがありまして、具体的に言うと、六本木にあるテレビ局があるんですけども、うん、そこが一番最後にいたところで、すごい特定されやすい。はいはい、まあそうですね、絶対に負けられない戦いとかやってるようなところですかね。はい、そこにいまして、その前がですね、ビジネス誌のですね、プレジデント社っていうところですね。そこにいまして、そこでちょっとウェブメディアの編集をやったりとかですね。その前がですね、コンビニ並んでる週刊誌の週刊スパっていうですね、うん、雑誌があるんですけど、そこの編集部におりまして、うんうん、他にもですね、それから今独立して、いろんなメディアのフリーランスで編集者やってまして、いわゆるビジネスメディアだったりとか、あとテレビ局やってる。ウェブメディアとかあるんですけども、そういうところでですね、記事を書いたり編集をしたり企画をやったりとかをしています。はい、そういうわけで編集者の鈴木です。よろしくお願いします。はい、なんか今鈴木さんいろいろ過去にもやってるって話が出たんですけど、はい、今現在進行形でやってるメディアとかだと何があるんですか。はい、ですね、つい最近というか、まあ、この動画がいつ出るかわからないんですけど、うん、今進めてるものだと媒体名で言っちゃうと、今出す対象としてはニュースピックス。うん、ああ、結構ビジネス漫画みんな見ている。はい、そうですね、うん。とか、あとはもう発売になってるものだとダイヤモンド、週刊ダイヤモンド、はい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 、雑誌ですね。結構大手のメディアバンバン関わってますね。あ、そうですね。あとは最近だと、まあ、もちろん古巣である週刊スパの記事もやってますし、うん、割とこうビジネス系が多いですかね、はいはいはい、比較的。じゃあ、はい、今日見てる人は特にビジネスをやられてる方が多いので、そんな人にドンピシャでハマる話をしていただけるってことですね。はい。じゃあ、それじゃあ早速やってみましょうか。はい、じゃあ早速やっていきましょうかということで、はい、いきなりもういろいろ書いてますけど、じゃあ鈴木さん、説明をお願いします。はいはい、ですね、今回 PR っていうことでですね、うん、お話をリュウさんからですね、いただいたんですけれども、私がやっぱりメインとしてるのがメディアの業界なので、そちらの中心にお話をしたいんですけど、PR って優先順位高いって話をしたんですけど、まあ私がその PR する側の当事者としてですね、話したいなと思うんですけども、うん、PR ってなんか大体ですね、アピールと間違われやすいっていう結構あるあるが
ありまして、あ、一応これ PR 業界の人が絶対よく言いがちなやつが、PR って皆さん何だか分かりますかとかってよくクイズ出すんですけど、くだらないなと思って、先に言うと、プラブリックリレーションっていうものの略なんですけども、パブリック、まあ、つまり公共的な関係性っていう、なんだって分からなくなっちゃうんで、まあ、この定義の話をしているよりも、今日もうすぐに使える話しかしないようにしようかなと思ってます。で、じゃあそうすると何かっていうと、結局は、皆さんが例えば今やってる授業とか、あるいは今経営者の方を見られてると思うので、自分が例えば新聞とかネットニュースとかですね、ヤフーニュースとか、例えば、あとはそれこそニュースピックスとかですね、あとはもちろん、いわゆるテレビ東京がやってるガイアの夜景とかカンブリア宮殿とか出たいなと思ってる、結構よく番組とかメディアってよく上がるんですけど、そういうところに、じゃあ乗るためにはどうしたらいいのかとかですね、あと乗るとどんなことが起きるのかっていう話を今日もしようかなと思います。あ、もうそれです。まあ、これ PR の中のもう分野の一個なので、はい、はい、いいですかね。はい。じゃあ、そんな感じで話していきたいと思いますが、じゃあ今日のテーマ、メディアを企業が 100% 活用する方法というふうに言いました。これどういうことかっていうと、うん、おそらく皆さんこれまでマーケティング侍でいろんな集客方法とかですね、あのいろんな戦略ですね、ランチェスター戦略といろいろ私も見てますからありましたけれども、そういういわゆるマーケティングの教科書に書いてあることが書いてあるとしたら、こっちはどっちかというとプラグマティックな実践的な話になるかなと思います、うん、つまり企業がどうしたらメディアに乗るのか、そしてメディアに乗るとどんないいことがあるのかって話ですね。じゃあまず3つ今日のテーマ、メディアに乗るとまず何が起きるか、はい。つまり、テレビとか雑誌とか、ネット見てですね。二つ目。じゃあ、そもそも乗るにはどうしたらいいんですかっていう方法ですね。これ実は方法がありますっていう。で、三つ目。はい。最新のトレンド。これ何かっていうと、それを今、一番新しい情報でちゃんとやらないと、割とこう本とかにもあるんですけど、もうそれ聞かないんだよなとかですね。それよりこっちなんだよなみたいなの結構あるので、それを今、携わってるものとして最新のお話をしたいなと。ということは、まず質問したいのが、はい、世の中にある本って、はい、よくあるじゃないですか。PR の説明とか、それ系の本。はい。読んでもあんま使えない。見るんですけど、もちろんめっちゃ読むんですけど、3分の1ぐらい。3分の 1? はい。ぐらいです。合ってんの。それってなぜ使えないんですか？どんどん変わるからです。メディア側が。あ、なるほどね。まあ今、アベマ TV があったりとか、新しい媒体も出てくる。そうです。おっしゃる通りです。そうです。まあまさに本当、ゆう先生です。これがいいんだっていうのが、どんどん YouTube を含めて変化していくじゃないですか。うん、その変化のトレンドを本読んでるだけだと3分の1ぐらいしかフォローできない。だからもう今日一番新しい情報だと思います、これは。ああ、素晴らしいですね。はい、神回ですね、これはね。はい。はい。というわけで、メディアに乗ると何が起きるかっていう1話目の話からいきたいと思います、うん、はい。じゃあ突然ですが、じゃあ例えばたまにです、私も編集者の仕事やってると取材してくれませんかとかですね、うん、言われることもありますし、逆にそんなこと言われなくて面白い方が取材行くので、うん、これ面白いっていうのが今日キーワードになりますけども、面白い方に取材するとその後こう連絡が来るんですね、うん、鈴木さん取材していただいたからこんなことも来ましたよみたいな。で、それがいわゆる企業にとってもちろんメリットがあることがあるので、どういうメリットがあるかっていう話を先にしたいと思います、うん、で、この赤い線が、うん、いきなりでもこれ突っ込んでいいですか、はい、後で出ちゃうかもしれないですけど、はい、面白いの定義って何なんですか。あ、いいですね。ちょっとこの後答えを言うんですけれども、うん、面白いって、例えば、投資用の不動産の販売営業会社やってますって会社がいたときに、はい、そうなんですか、面白いですねって記者の方は言わなくないですか。多分言わないですね。多分言わないですよね。言わないです。多分言わないですよね。じゃあこれがですね、例えば、我々はもう完全にメンバーは、もともと J リーグの、私はプロのサッカー選手だったんだけど、怪我して1年で柏レイソルを引退して、もう自分のキャリア的にすごく挫折したので、元プロサッカー選手、J リーガーしかいない営業チームの会社を作りましたって言ったら、面白いですねってなるんですよ。そうですね、はい、なりますね。ここの違いです。つまりそもそもこれちょっとこの後の答えあるんですけども、ストーリーだったりとか、そもそもその方の話がもう内容として量があることです。分量が、分量、分量があることです。ボリュームがあることです。この後出るんですけども、じゃあ例えばよくテレビ出たいって言われた時に、うん、あ、そうなんですか、じゃあ例えば密着取材120分させてもらって、それをギュッと30分に凝縮しますって言った時に、120分喋れますかっていうことですね。面白い話を喋るネタがそもそもなかったら面白くないと。そうです、そうです。その整理をする必要があるっていうことですね。これが今日結構大事な話です。ちなみにここでも先出ちゃう出ちゃうって言ってるけど、はい、単純に質問なんですが、喋る内容かじゃないっていう社長いると思うんですよね。いますね、はい。もう、うち普通の製造業だよみたいな。はい、はい。っていう場合はどうしたらいいですか？それは結論、そんなことは絶対ないです。なるほど。ないんですよ。え、ない？ない、絶対ないです。うちは普通の製造業ですって言われても、そんなことない。はい、普通の製造業だとしても絶対ないです。なんでそう言い切れるんですか？今までたくさんそういう方の相談に乗って、面白いポイントを見つけてあげて、今までその方が取材されたことを見てきたからです。なるほど。じゃあそれはこの後出てくる、はい、出てきます。なるほどですね。ポイントまとめてます。まね、はい。じゃあ順番に行きましょうか。はい。はい。じゃあ、そういうさっきの
工場の方がですね、仮にメディアに乗ると何が起きるのか、さっきの工場の例でじゃあ考えてみましょう。これ実は赤い線を2つ引いてるんですけども、ここの線でちょっと起きることが違うので書いてるんですけれども、まずです、一番インパクトが大きいテレビから言いますね、うん、よくテレビに取材されたり雑誌に取材されたればお客さんがいっぱい来るんじゃないかっていうですね、うん、いう方多いんですけども、私もよく取材したところの反響を聞いたりするんですけど、実はですねこれが起きるのはテレビだけです基本的に、はい、今の時代、うん、例えばお店をやってます、クレープ屋さんやってます、テレビで取り上げられました、これ来ます。でも雑誌にクレープ屋さんが取り上げられた場合は雑誌によりますけど、そんなに変化ないです、正直。まあよく言いますもんね、なんかうち雑誌は過去取り上げられたんだけども、はい、そんな何も変わらなかったって意味がないんじゃないかって質問が来るんですよ、はい、はい、これに対する答えがちゃんとあります、はい、何が起きるのこの次のちょっとですねところにありますけれども、ちゃんとここに乗る意味もありますんで、ちょっとその話をすると、じゃあテレビが一番集客効果ありますが、新聞、ラジオ、ネットニュース、雑誌、これはですね集客という意味ではめちゃくちゃ次の日から大きな反響っていうのはないんですね。ただあるポイントがあるんで、これこの後お話しますね、はい、何が起きるのか。そして最後ですね、 YouTube 番組って最近結構増えてきてるので、大きいところももうこれも結構マスメディア並みの深夜番組並みの結構影響力が出てきてるんですけど、実はこれは割と集客力ありますなんで、順番で言うと多分テレビが一番あって、次の YouTube 番組で多分新聞、ラジオ、ネットニュース、雑誌は集客という意味ではそんなに大きな変化はないです。ただめちゃくちゃ大事な話なんですけど、マスメディアっていわゆる一応ここまでですよね今雑誌、テレビ、新聞、ネットニュース、ラジオ、これはマスメディアと言われているので、一応 YouTube はマスメディアでは一応今のところ定義ではないんですけども、ここにおいて起きる大きなあるポイントがあるんですね。この緑でくくった部分がマスメディアって言われているものですけど、これに実は共通して備わっているものがあるんですけれども、これが企業にとって一番のメリットになるんですよ、うん、これ集客の部分はまあテレビと YouTube が強いって言ったんですけど、それ何かっていうと信頼と、あともう一個あるんですよ、権威です、うん、権威、はい、この2つ言い換えれば、今私が、まあ、身を置いてる雑誌とか、例えば、まあ、テレビとかですね、ネットメディアってどん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 いわゆるレガシーな古いメディアになっていって、影響力が弱まっていって、みんながよく言うですね、 YouTube 大事ですよとかですね、 SNS 大事ですよってなってるんですけど、それでも最後に残るものって何かというと信頼と権威だけです。言い換えればこの後の話なんですけど、この信頼と権威がつくっていうのがメディアに乗ると何が起きるかの答えです。信頼と権威があなたの会社や、あとはまあ経営者の方だったらあなたに身につきますよっていうのがポイントです。じゃあよくテレビとかってもう視聴率下がってきてるじゃん、意味がないじゃないかっていう相談とか来るんですけど、うん、はい、そこじゃないと、はい、そもそもそうです、信頼と権威が手に入るんだからそこじゃないですよって話ですね、はい、じゃあでもこれじゃあ信頼と権威なんですかって大体聞かれるの で、まあそうですね、先に答えます、はい、はい、それはですね大きくステークホルダーも決まってるんですけれども、うん、まずですねいわゆる日本の大企業とかですね、上場企業、東証、プライムとかエンプラとエンタープライズとか言われてる企業ですね、そういう CM 日本でやってるような企業さんってなんで CM やってるのかとかですね、そう考えてみると分かりやすいんですけど、もう CM なんか打たなくてもね、例えば日清の、ね、カップラーメンとかみんな知ってるよ、知ってるからっていうね、うん、認知の 100% マクロナルドも 100% なのに、なんであんなエモい CM 流すのかとか考えていただければ分かるんですけど、そもそもやっぱりああいう大きなところのメディアに載ってるとかですね、あれは CM ですけれども、もちろんテレビの特集でも組まれますよ、カップヌードルとかね、うん、マクロナルドも、そうするとやっぱりそういうところに載ってるってことによって、まあ、知名度はもうセットなんですけれども、 YouTube とちょっと違うところはあの番組に取り上げられたんだっていうことだったりとか、企業に対するイメージだったりがやっぱり変わりますよね。同じ年商、例えば10億の会社があったとしても、まあ、よく聞いたことない10億のところよりも、例えばですね、あのバイネームで言うと日経新聞とか日経ビジネスで取材もされたり、例えばテレビ東京で特集されたりとか、フジテレビのビジネスメディアで取り上げられたとかですね、そういうのやっぱり聞くと、やっぱりそこに対して一つの客観的な凄さが担保されてるってやっぱ思ってもらえますよね。取引先だったりとか、あともう一個なんですよ、採用です。採用でも結構有名な話で、親ブロックとかですね、親格ってことも結構流行ってるんですけども、はいはいはい、これ結構大事で、新卒採用の時に親御さんが確認するんですよ、自分の息子娘さんが就職する会社で。そうすると知らない会社だったり、例えばメディアに紹介されてる会社かされてない会社でされてたりとかすると、あれ CM で聞いたことあるってなるといいんじゃないってなるっていうことが、これ本当にあるんですよ、親格ね、親格。あとは取引先とかですね、そういったいわゆる本当に言葉通りマーケティング営業の部分で、実はこの信頼と権威っていうのがないせいで自分の会社がいまいち伸び悩んでるっていうケースが結構あったりします、うん、これを担保するっていう意味では、実はメディアに乗るっていうことにメリットがあるって言いますね。なるほど、はい、じゃあここで今のお話を踏まえて問題出しましょうか、うん、あ、問題でしょう、はい、問題です、はい、広告 SNS にはあって、うんうん、メディア掲載、さっきのテレビとか、うん、ラジオとか雑誌とか、うんうん、ネットメディアとか
にないものって何ですか？いっぱいあるんですけど、まあ、一番重要なポイントだけ言ってください。なんか普通は逆そうですけどね、うんうん、テレビとかにあって、ね、SNS ないものみたいな話ですけど、はい、これ逆なんですね。はい、広告 SNS にはむしろある。うんうん、でもテレビにはない。うん、なんかパッて思いついたものなんですけれども、広告とか SNS ってずっとなんか載ってるみたいな、一、うん、回載ったらそこのページ開けば見れるみたいなイメージがあって、メディアとかだったらその時期一回の放送だったりとか、その1週間みたいな、その時期の違いかなみたいな、うんうんうん、はい、時期、なるほど、時期っていうか、時期の何すか、はい、掲載されてる時間が限られてるのかなっていうのが、はい、はいはい、ちょっと思ったところなんですけど、なるほど、掲載の時期、最近 TVer とかあったりしますからね、あ、確かに、楽天マガジンとか D マガジンとかね、結構なんか読めたりするんで、不正解です。不正解です。正解はですね、お金を出して乗ることです。はい、例えば、はい、広告はもう当たり前ですけど、お金出しますよね。はいはいはい、はい。で、SNS も、はい、結構今、X とか見てるとこう、うん、ツイートもいっぱい広告出したりとか、はいはいはい、できますよね。テレビは、テレビ CM ありますよ。これ広告ですよね。はいはいはい、テレビ番組。はい、じゃあ例えばバイネルで言うと、いわゆるみんなが知ってるニュース番組とかに、うんうん、2億円積むんで報道ステーションで私の会社特集してくださいってないです、ないです、これは本当にないです。都市伝説的に言われてますけど、ない、ないです。はい、つまりこれによって何が起きるか分かりますよね。お金を出したら乗るものじゃないってことは、乗ったら何が起きるかっていうと、当然信頼がつきません。確かに、はい、お金出して乗れないんですよ、はいはいはい、ってことは、うんうんうん、お金を出してないのにすごいと言われたから、すごいと思われたから取材されたり特集を組まれたりとか取り上げられたりするので、うんうん、すごいの第三者の客観的な信頼や権威がつくっていうところに一番のポイントがあります、うんうん、なるほど、はい、これってでももう正直このテレビとかだけじゃないですよね、はい、例えばそれこそどっかの賞で賞大賞取ったとかもそうだし、うん、あ、そうそうそう、ね、横並びでね、すごい有名人と一緒に記者会見したとかもそうだし、はい、もう普通お金じゃ買えないよねってことをやれば、すべてにおいて信頼がつく。そうです。で、これ実はすごい分ける話じゃなくてですね、結構厳密に言うとこれつながってる話があってですね、これめっちゃ大事な話なんですけど、お金を出してないで乗るじゃないですか、会社がテレビに、うん、そうすると信頼と権威つきますよね、はいはいはい、そうするとお金を出してタレントさんの事務所だったりが大物さんを CM でオファーすることができるようになるんです。大事な話もう一回言いますよ。もう一回言いますよ、はい、多分ホイミンのハテナです。じゃあ例えば、はい、じゃあ今会社やってます、はい、じゃあ何でもいいです。じゃあクレープ屋さんやってます、はいはいはい、一回も例えばテレビにも雑誌にも取り上げられてない、うん、つまり知名度もないし信頼も権威もない会社だとします、はい、そのクレープ屋さんが、はい、じゃあインフルエンサーだけじゃなくて女優さんとかも結構そのよく CM 通ってて、それがもうバイネームでTBS の王様のブランチで取り上げられました、はい、でそこの運営会社がどうやら儲かってるらしいということで特集を組まれました、うん、知名度上がりますよね、はいはい、信頼と権威つきますよね、はい、そうすると例えばですよ、そこのクレープ屋さんにプライベートで通ってた女優さんを大手の例えば芸能事務所だとしましょう、 そこにうちの CM 作りたいんですけど出てくれませんかっていう時に、はい、そんな知らない会社じゃうちの女優出すわけにはいきませんじゃなくて OK になるんですよ。なるほど。広告をする時にも実は見えない壁があるんですよね。ほうほうほう。ちっちゃい会社って申し訳ないですけど知名度がないなって例えば思ってるとしても、うん、それが信頼とか権威がつくと一緒に広告をする例えばタレントさんだったりとか、はい、あるいは協業する会社だったりとかが一個レベル上がることができる。これ結構知られてない、はい、なんかあんまり結構重要な話かなと思います。付き合う人たちや付き合う会社、まあ、ブランディングが引き上がることによって変わっていくということですね。そうです、まさにそうです、うん、信頼によってブランディングが向上して今までできなかったことができるようになる。なので非連続的な成長ができるってケースを結構見てきました、うん、なるほど、はい、でさらには取引先も変わったりする。そういうことです。ゼロが2個1個違うような会社の取引先だったりとか、うん、プロモーションの方法ができなかったことができるようになったりする。なのでここは実はお金を払わない方がいいわけではなくて、お金を出してないのに掲載されることによってお金を出す時のパフォーマンスも上がるという感じですね。これ結構大事な話です。というわけで、じゃあここまでメディアに乗るとどんなことが起きるのかって話はしてきたんですけれども、じゃあメディアにじゃあどうしたら乗るんですかと、どうしたら信頼と権威を獲得し自分の会社、さっきの地方の工場でもブランディングできるんですかっていうですね、さっきの工場の話の答え合わせをしたいと思います。ここですね。メディアに乗るには何したらいいでしょうか、さっきクイズありましたが、はい、まあ、これちょっと答えさっきちょっと言っちゃったんですけど、はい、問題です。ガイアの焼きやプレジェントオンラインに出るにはどうしたらいいでしょうか。答え言っちゃったんですか。あ、いいですよいいですよ。まあ、僕ホイミン君の答え、僕さっきのこと覚えてないんで。覚えてないそうすでじゃあ答え、はい、
なんかやっぱ知ってもらわないといけないのかなと思ってて、自分がこういうことをやってますよっていうのをメディアの方々に知ってもらう施策を何かしないといけないのかなと思います。知ってもらうことをする、はい、まあ、なんですか、例えば知ってもらう、例えば、はい、例えばですね、知ってもらう、じゃあ僕が例えば一応編集者なんで、はい、街歩いたりとかですね、会社でズームで会議したりとかしてですね、はい、たまにサウナ行ったりジム行ったりしてるんですけど、はい、じゃあ僕にどうやったら知ってもらえます？なんでしょうね、ちょっとすいません、わからないです。わからない。なるほど、わかりました。違います。正解はですね、これはですね、もう答えはこれです。尺が持つネタを用意してください。はい、これさっき言ったことです。ガッツリなかなか話してくださってましたね。はい、ガッツリしてました。取材されたいとか出るためにどうしたらいいんですかの前に最初に聞くことは、さっき工場の話で出ましたね。尺が持つネタを用意することが最初です。何が言いたいかというと、じゃあ私が例えばサウナでたまたま隣に座ってですね、はい、その後休憩室ですね、分かんないけどなぜか話しかけられて、お仕事何やってんですかって言われて、私今編集者やってます。ちょっと僕取材されたいんですよって言われたとします。はい、何やってる方なんですかってこう化粧水やりながら、話した時に、今スイーツ屋さんやってて3店舗やってるんですよ。年商今3億円で、今2期目の会社なんですけど、そうなんですね。いや、すごいんですよ。そうなんですね。ありがとうございました。これもう尺何にもないんで、このクレープ屋さんに取材に行きたいってやっぱ思わないじゃないですか。例えばそれがですね、ちょっとこの後の実は答えにもなるんですけど、今例えばですけども、私出身が東北なんですけども、東北で震災があった、特に被害がひどかった岩手と宮城の食材をだけを使ったフルーツを使って、しかもそのクレープのお金というのは復興にその売り上げの何パーセントを使って、かつ被災地の木を取り入れた内装のクレープ屋さんを作っていて、それは出身が私福島なんで、そういうのをやってるんですとかですね、例えば言われたら、面白いですね、じゃあ地域貢献とそもそも東京に対してそういった今復興の支援をしているっていうことの PR もできるようなクレープ屋さんやってるんですねってなると、もうこの時点で結構この人に話聞いたら30分ぐらい結構特集できそうだなとかですね、10分 VTR 作ろうと思ったら簡単だと思いません？なんで尺が持つネタを用意しないとそもそも乗りません。はい、ここちょっと質問なんですけど、はい、そもそもその尺が持つネタとはって多分出ると思うんですよ。はいはい、もう今みたいにだから震災の場所だったらね、まあできるかもしれないけど、うちはもうごく普通の何の変哲もない地方の工場ですってやるから、はい、地方の工場がもしあった場合ですね、なんて話をするか、じゃあ地方の工場の方は見てると思うんで、それを前提にお話しますね。じゃあ例えばそれが場所どこですかって言った時に、例えば別に群馬だろうが岐阜だろうがどこでもいいんですけど、まずその地域に絶対に関連する何かをまず共通点を見出します。何が言いたいかというと、例えば群馬県だったら群馬県の特徴として、まあ外国人の結構労働者の方が多かったりしますとかですね、あと岐阜県だったらば東海地域の北の方にあるので労働賃金が比較的安いんです。だから工場が多かったりするんですけども、例えばそういう地域の特徴に合わせて群馬だったらば外国人の雇用に対してこういう独自の例えば取り組みをしてますっていう風にネタになることをすればいいんですよ。ネタになることをすればいいんですよ。じゃあこれって言い方変えると今やってなくてもいい。そうです、今からやればいいです。なるほど、今日やりますでもいいです。この後にちょっとやればいいです。例えば分かりやすく言えば、うちの工場にはスリランカの人間がいるので、スリランカ料理を教室を社内でですね、例えばやるとかですね、そういう取り組みやってますとかですね、その彼にスリランカの文化とかですね、スリランカの料理を社員のみんなに1日月に1回振る舞うデーを作るとかですね、まあ、そんなのでいいです。逆に言うと、そんなのあったらもう最高ですよ。逆に岐阜に関しても一緒ですね。岐阜ってなんもないとかってよく言う人が、私は岐阜好きなんですけどいるんですけど、でもそんなことないです。例えば岐阜だったらば滋賀県と愛知県のどっちもあるので、割とこう通ってる人が結構いろんなところから来たりとかしてるので、だとしたら同じようなことをですね、ただ地域の風土を使った何かを一緒にとなんかイベントやったりとかですね、あとはさっきのご飯を振る舞うとかでもいいですし、あと地域の食品をその工場で取り入れたりとかですね、そのランチ会とかやったりとかですね、例えば地産地消の会をやるとかですね、これも社内イベントですけれども、それも一つ面白いネタなので、これ新聞とか大好きですね、こういうネタは。はい、何もなくても今からできることをやればいいんですよ。でそれは結構その地域に関連するものっていうのが1個あります。他にもあるんですけど、はい、もう行っちゃいましょうか。ご覧のにあるんですけど、他にもあるということで、これは出てくるのかな。はい、出てきます。この尺が持つネタに地域ネタっていうのが1個あります。これでも何個かあるうちの1個なんで。なるほど。そのこの後に様々な方法がいろいろ出てくると。はい、はい、まず尺が持つネタを用意しましょう、はい、という話です。はい、というわけでこれさっき出た話ですね。つまり何を用意すればいいかっていうこれネタですね。はい、答えさっき書いておきます。はい、1個目は何ですか。1個目は、地産地消、まあ、地域ネタ、地域ネタ、はい、2つ目何だと思うんですよ。何したらなんか面白いって言われそうな感じします。なんか地域ときたらなんかこう人が絡んでるイベントか何かなのかなと思うんですけど、面白い人がいるみたいな。はい、面白い人がいる、
はい、これ会社だとじゃあ工場で考えますね、うんうん、これ結論言いますね。一番やりやすいのは社長ネタです。はあ、い、考えてほしいんですけど、ビジネス系の媒体、例えばさっき言ったニュースピックスもそうですし、あとはテレビ番組も、あのいわゆるガンブリア宮殿とかガイナ家とか、それからプレジデントもそうですけど、取材する人って大体社長ですよ、うん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 、はい、社長の方がまずその会社を一番語れるし、面白い社長さんだと取材するんですよ。なので今多分ご覧になってる方がこれ社長さんが多いと思うんですけど、うん、そしたらこのあなたご自身自体に面白さがないか、あるいは自分が面白くなればいいっていう考え方です。うんうん、はい、ここで言うなんかその面白さって何ですか。じゃあ本人は自称面白いって自分のこと言うんですよ、はい、それはなぜならば真冬でも半袖短パンでワンピースのルフィみたいな格好で新宿歩く僕は面白いと、はい、こういうのが面白いに入りますか。入らないです。はい、入りません、なんかそういうんじゃないってことですね。はい、じゃあここで面白さの定義ってのは多分皆さん知りたいと思います。はい、一番超王道からいきますね。一つ目はもうこれ大好きです、メディアはギャップですね。ギャップ、はい、よくあるパターンで言うと経歴で、例えばですね、いわゆる落ちこぼれからなんか例えばですけれども社長になりました。これもな最近は結構多いんで王道では多いんですけど、逆がいいんですよ。最近結構バズってるというかメディアで取り上げてる方が、一橋大学卒で新卒でそのままスナックを自分でお店開いた方がいるんですよ、うん、これはめちゃくちゃテレビに取り上げられたりとかですね、ネットとか新聞に取り上げられてるんですけど、ギャップあるじゃないですか。普通だったら金融とかですね、コンサルとかですね、うん、観光庁に行くと思うんですよ、普通にエリートなのに。なのにその道をあえて選んだっていうので、まあ、面白いっていうことになったりしますね。でも工場の方見てると思うので、その方に対してお話をすると、自分の中でのギャップで、いや結構王道の道歩んできたなと思ったかもしれないですけど、休日何やってますか、趣味とか。例えばそこでですね、最近ちょっとお会いした方で面白い社長さんがいらっしゃって、その社長さんは日本全国のスタバを制覇しようとしてる意味が分からない社長さんがいたんですよ。めちゃ面白いですね。はい、でスターバックスって日本全国で1400店舗あって、そのうち400店舗ぐらいが東京にあるんですけども、その方はそのうちの1000店舗ぐらい日本全国もうスタバ回ってるってすごくないですか。すごいですね。ちなみにスターバックスのアプリ開くと、はい、実はですね、自分が訪れたスターバックスの店舗って確認できるんですよ、何店舗行ったか。そういうのが実は項目があって見れるんですけど、私はちなみに62店舗でした、全国のスターバックス行ってる数は。で今の話全然事業と関係ないですよね。でもこれをやってるという事実自体に着目して、そんな方が手掛けてる事業は何っていう感じで取材をしたくなっちゃう。はあ、はい、これギャップですね。じゃあ今から何かそういう自分とギャップがあることを始めれば、結構簡単に割とメディアの方面白いって思ってもらえます。はい、だから今からできます、工場社長さん。はい、結局もうなかったら作っていけばいいって発想なんですね、今日の動画も。はい、そうです。社長さんのギャップ以外にですね、どんなものがあるかなんですけれども、あとはですね、これもギャップじゃなくて単純に商材ですね。商材、はい、これは別におすすめするかしないかは別にして、あくまでこういう傾向だってお話だけしますね。はい、最近スタートアップって割とこうメディア取り上げるの好きなんですけれども、うん、ちょっと名前出さないんですけども、あるタンパク質が含有されていると言われている食材、虫のコオロギ、ほう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 、そのコオロギが次世代のタンパク質の、まあ、源になるということで、いわゆるフードテックって今言葉があるんですけども、うん、つまりテクノロジーの力で食に関する課題を解決しましょうというテーマ、フードテックって言われてるんですけど、その分野でコオロギをタンパク質源として食べるっていう方法が今これからどんどん推進していこうっていう、あるベンチャー企業があったんですね、うん、その会社はめちゃくちゃテレビに取り上げられたんですよ。でめちゃくちゃ新聞にも取り上げて、めちゃくちゃ雑誌にも取り上げられて、めちゃくちゃビジネスメディアも取り上げましたが、先週というか最近、実は経営が破綻しました。あとですね、空中をこうヘリコプターみたいにですね飛べるバイク、空中バイクがあるんですけど、ほうほうほう、今開発をしてた会社があったんですけど、そちらはですね経営が破綻しました。はい、この2つの共通点は、売上が伸びてようが伸びてなかろうが、商材が面白いから取り上げられてます。コオロギを食べる、コオロギを皆さんに食べてもらうためにコオロギパウダーを販売する会社、うんうん、それから空中バイク、空中を飛べる、まあ自由に飛べるバイク、うんうん、まだ行動走れませんが、その商品が面白いから取り上げられる、うんうん、でも考えてみてください。工場をやってる方は、うん、いやうち作ってるのネジだよとかですね、うんうん、別に椅子だよとかですね、別に B2B の建築資材だよっていう会社さんがわざわざコオロギ作る必要ないんですよ。なのでこの商材っていうのは、もしやってる方がいたら、もうすぐにそのアクションを取れば、もう割とメディアの方は面白いと思っております。なぜかというと、これは見る人、テレビを見る人、雑誌を読む人が、言葉通り面白いな、こんなのあるんだって思うためだけにある記事だからです。
単純に売れてるとかですね。だからマーケティングもっと違うところですね。マーケティング侍のこのチャンネルとかは本当に使える内容で、今自分のビジネスで使いたいなと思ってるかもしれないですけど、商材のネタに関してはビジネスやるつもりも1ミリもない、例えば専業主婦の方だったりとか、まあ、事務職の方だったりとか、コンビニのアルバイトの人がたまたま暇つぶしでテレビ見てるときに面白いなと思うためにあるものなので、商材が面白ければ面白いで、これは企画が通過しやすいっていうものですね。リュウ先生がよくおっしゃるパッケージがいいっていうようなイメージですかね、うん、そうですね。ただ顧客ドリブンじゃなくて、うん、視聴者ドリブンですね、うん、そこは違うかもしれない、うんうん、はい。まあ、誰に見せるかが重要なんで、うん、あくまでメディアに対しての切り口とかですね、そうです、うん、なので皆さんコオロギをやりましょうとかですね、空中バイクやりましょうって話ではないです。ただこういうのをやるともうすぐにメディアには乗れますよ、簡単ですよっていう話ですね。あるいはそれこそあれですか、じゃあ例えば工場とかでただ単純にお弁当作ってますってなったら、そのお弁当で使ってるパッケージが縄文杉の素材を使って伝統的な今までないようなものを使ってるとか、なんかそういうちょっと面白い切り口だったら可能性がある。そうです、おっしゃる通りです。なのでゼロからそんな会社を作る必要はなくて、自分の会社の中で例えば期間限定でネタっぽいものを作るとか、まさにこの商材で面白いものを作るとか、あとはこれはもうお金儲け度外視して PR のために、つまりメディアとかにですね知っていただくためにオリジナルで商品を作るとかですね、もう少量で、そういうあの使い方がおすすめです。この事業をメインでやっちゃいけませんっていうとちょっと言い過ぎですけど、でも結構合ってると思います。はい、なんでまさに自分の会社の工場で作っているもので、期間限定や本数限定、個数限定でそういった企画ものを作るっていうですね、これ商材で取り上げてもらうっていうですね、これ社長さんが企画しないとできないと思います。でもこの手法は本当によくあるあるで、まあ、見てても本当に期間限定で、それこそまあ料理だったら、まあ、料理教室やってますが、期間限定で外国人だけを採用して和食作らせるとか、そんな感じですよね。そうです、いつもやってないけどね、はい、メインにする必要は全くないですね。はい、まあ、というわけで商材ですね、これはまあ使い方によってはいけるって感じですね、はい、で社長さんの話で言うと、あとギャップと、あとですねちょっとこれもですね、これギャップに近いんですけれども、本当に何もないか考えてほしいですね。経歴本当にないか考えてほしいんですよ、うんうん、いや普通に地方の平凡な俺は公立高校出て中小企業入ってそのままなんか会社作ったんだよなっていう方いらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、本当にそうですかっていうことをまあ、私結構調べるんですよね。そうそう、大体そうじゃなかったりとかします。例えば分かりやすいところで言うと、数値的にですね、例えば売上が伸びてない会社とかですると、実はこの答え先に言うと実は数値なんです、実績なんですけども、数値的に実績がなくても例えば会社を今やってますよね、やってるんですよね、はい、何やってますか、言える範囲で。 C 社屋さんです。じゃあ今 C 社屋さんをやってますと、はい、はい、じゃあ社長さんです、 C 社屋さんの社長さんです、はい、ちょっと経歴で言うと、はい、地方都市出身とかどんな感じですか、うん、そうですね、どういう中人口50人の島で生まれたっていう、はい、はい、あもう勝ちですこれ人口50人の島から、はい、今都心の超一等地でやってますよね、はい、あもうこれ地元市好きです。はい、これ例えばどこでもいいですけど長崎だとしたら、はい、長崎に例えばローカルの新聞局なんですけど、そういうところがですね、大体地元出身で東京で活躍しているような方を取材する連載があったりするんですよ。大体これ大体あります。バイネームで言うと、まあ、例えば宮城の河北新報とかですね、地元出身で東京で頑張ってる人とか、東京じゃなくて大阪でもいいんですけども、そこで何か経営者やってるとかっていう方をリレー連載大体やってます。50人の島で生まれたらもうほぼこれ確定ですよ。それで事業やってますってなったら、はい、この後お話しますが、メディアをですね、実は乗りやすいメディアっていうとちょっと言い過ぎなんですけど、ネタによって乗りやすいもので、実は新聞って意外とバカにできない。はい、新聞は日本全国にあります、はい、もちろんメディアとしてはどんどん売り上げ落ちてますし、部数もしてますが、地元に特化してるので、その地元のネタか地元出身の方のネタっていうのが大好きなので、ほうほうほう、地方出身の方に関しては特にですけれども、自分で事業やってる場合、その地元でやってなくてもその地元にメディアに乗る、で乗ったら何が起きるか、実はローカル新聞も含めてヤフーニュースだったりとかスマートニュースみたいな全国のいわゆるみんなが読むですねネットメディアに配信されてるケースがほとんどです、うん、なので実は地方紙に乗るというのは全国紙に乗ることにつながるっていうことに実はなるケースが結構あります。なるほど、これ結構裏ですよね。例えば九州のメディアに乗ることによって神戸のメディアに乗ることによって全国で知られるっていうですね、うんうんうん、まあ、こういう実は手法があったりします。50人の村で良かったねこれ仮にも普通の町で生まれて普通に過ごしてたとしたらどうするんですか。
世田谷区生まれにしましょうか、はいはいはい、じゃあ世田谷の高校を卒業して、はい、そのまま起業するのか、それともじゃあ会社員、会社員、そうですね、会社員になって一回起業するんですけど失敗して、うん、なんかセミナーを受けて、行ったセミナーでまた感化されて新たに始めて頑張ってるっていう感じです。ありがとうございます。バッチです。いい話がいっぱい聞けます。まずですね、失敗を一回起業でしてるっていうところですね、うんうん、実はメディアが好きなのはずっと生まれてこの方エリートですっていう方よりも絶対にうまくいってない人の話の方が好きなんですよ、はい、なんなら今うまくいってない人のでもいいんですよ。なるほど、はい、例えばですけど、タレントでとかスポーツ選手で実業家やって今うまくいってない方とか結構取材されたりしますよね、うんうん、あの人は今みたいな感じで実は借金何億ねみたいなですね、これ社長さんとかでももう崖っぷちですみたいなのって実は意外と取材されます。ほう、はい、儲かってないっていう事実自体が、はい、窮地に立たされてるっていう今の状況自体が逆に面白いっていうケースがあります。ほうほう、例えば、まあ、大手の皆さん知ってるかもしれないですけど、飲食店とかだと業績が3年前良かったのに、例えばコロナ禍で良かったけど今ダメだとかですね、結構あったりするんですね。そうするとあの会社が絶好調だったのに今とかって結構やれますよね、なので経歴で言うと実は挫折失敗、これをたくさんあると好きです。なるほど、どんな失敗か挫折かそのギャップがでかいと最高です。はい、明日までに5000万用意しなきゃいけない、銀行の融資も断られ、はい、社長さんいろんな知り合いにも借りれず、うんうんうん、明日5000万やらないと本当にやばいみたいな、はい、ピンチであればあるほどチャンスかもしれない。ピンチはなぜかというとネタだからです、うんうん、尺が持つからです。なるほど、はい、名言です。ピンチはネタ、はい、尺が持つからメディア大好きです。逆に毎日普通に生活して気づいたら前年成長比 150%、200% で成長してますって会社、なんかすごいけどおめでとうございますって終わっちゃいますよね。というわけで最後ですね、最後はちょっと出ましたが実績です。はい、実績、はい、これはもう割と王道ですけれども、うんうん、これいろいろあるんですけども、単純に売上っていうと実は売上5億円の会社もありますけど10億円の会社も同業であるじゃないですか、100億円じゃないですか、はいはい、ってことはうち10億だけど不動産で100億の会社もあるからうちはすごくないなって思っちゃうケースがあるんですけど、うんうん、違います。だとしたら日本で一番その業界で売上が高い会社しか取材されてないことになっちゃうじゃないですか。ほうほう、人材業界だったら、はいはい、例えばリクルートとかですね、ビズリーチとか、別に人材の会社とかでも他にも取り上げられるケースあったりするんですけど、まあよくあるパターンだけど成長ですね、成長率、うん、はい、まあ、前年に比べて大体、まあ、例えば驚異的な 1000% とかですね、例えば成長率を誇るっていうふうになると何か絶対秘密があったりするので、これは割と面白いっていうことで、なんでその秘密に迫るっていうふうに、例えば1億から10億でもいいですし10億から20億でもいいですし、わかんないですけど、まあ、成長率っていう率の概念で見るケースもありますし、あとは別にこれを進めてるわけじゃないですけど数ですね、うん、これは店舗数、社員数とかですね、いわゆるその数の差分変化が成長しているっていうところですね、それがもしあったらこれは一つ大きいネタになりますね。まあ、なんかこれこそなんか分かりやすいところで言うと、ある寿司の握り方を教える学校があって、うん、その学校なんかは外国人が、まあ、今もうたくさん来ていると、前年比で2倍4倍みたいな感じですごく来てると、でも実態見てみると前年比1人で、それが2人3人になったっていう、もうこういうものでも全然特殊されまくってますもんね。そうです、そういうケースが実は結構あるんですよ。はい、実際の数字というかそのデカさというよりかは倍率とかそっちを見ますよね。はい、そうなんです。でこれなんでかっていうと、これ記者とか編集者の気持ちになると、これちょっと自分の会社とかもし経営者の方だったら考えてほしいんですけど、自分が見出しとして何になるかって考えてみると分かりやすいかなと思うんですね。例えばよく新聞とかテレビとかで、うんうん、先ほどの、寿司の教室だったら、握り方の教室だったらば、前年比3倍の生徒数が集まる、さらに今年はそのさらにその5倍の生徒が集まる寿司を握り寿司の教室があるっていう風になったらば、まあ、見出し作れるじゃないですか。確かにこの見出しが作りたいだけなんですよ。ほうほうほう、人口50人の島から都会の港区のど真ん中で C 社をやるなんとか島出身の社長を見出しちゃいますね、うんうんうん、はい、じゃあここまで、まあ、尺ですね、話せる尺が必要ですって話で、いろんなですね社長の経歴だったりとか実績だったりとかですね、あと地域名だとかいろいろ話してきましたが、うん、じゃあそれをどこで発信するのか、さっきの知ってもらうためにね、さっきサウナの洗面所で化粧水やってる時に話すって言ってみますけど、はい、そんなのは現実的じゃないので、うんうんうん、例えば編集者の方とかテレビの方はみんな探してるんですよネタをね、うんうん、それどこで見つけるのかって話で、どこでやると効果的なのか、今言ったアウトプットですね、うんうん、これについてどこでアウトプットするのが正解でしょうかという話です。問題です、はい、
じゃあメディアに、はい、乗りたい、はい、メディアの方に見つけてほしい、誰でアウトプットするといいか順番つけてみましょう、はいはい、順番ですか、はい、メディアなんでこう映える方がいいのかなと思ってるんで、うん、なんかインスタグラムとか、なるほど、はいはいはい、じゃあ一番、はいはい、とか、はい、あとはそうですね X だったりとか、うん、YouTube とか、うんうんうん、はい、なんかブログもいい気するんですけど、そもそも読まれないといけないのかなと思うんで、うんうんうん、インスタグラム、X、YouTube、ブログみたいな順番かなと思います。こういうことですね。はい。はい、ホイミン君の予想。はい。じゃあ、正解いきますか。はい。正解です。ダメー。今日お前全部不正解。一個も正解してない。正解ですか。これ考えてほしいんですけど、はい、じゃあ例えば、はい、ネットメディアって、ネットニュース、うん、ヤフーニュースとかに載ってるサイトありますよね。はいはい、あとは、スマートニュースとか最近だとわかりますけど、ライブドアニュースとかありますよね。うん、あれって何で書かれてますか。何で書かれてる？文字文字です、文字です。はい。はい。文字ですよね。文字で書かれてます。そうですよね。はい。実は、はい、文字で書かれてることってすごく大事なんですよ。ほうほうほう。なんでかっていうと、はい、例えば、うん、編集会議とかでもいいんですけど、編集者が見るときに、うん、例えば、インスタグラムって絵がメインじゃないですか。はい、はい、はいはい。まあ、絵にテキスト最近書いたりとかするケースもありますけれども、うん、その方が、もしテキストメディア、つまり文字のメディアですね。うん、テレビじゃなくて、に載りたかったらば、どんな文字の情報がこの方から聞けるのかっていうのを、皆さん確認したいので、文字の情報がないと分かんないじゃないですか、それって。確かにそうですね。だから、はい、順番で言うと文字の情報が一気にあるの。はい、でも文字の情報ってアーカイブがどんどんタイムラインに流れちゃうので、はい、昔のツイート見れますよね。だから意外とブログなんですね、はい、うん、あとはこれもちょっと最近はある別の理由で、お、ギリギリランク2位です、はい、2位、はい、です。危ない危ない、はい、YouTube をね教えたりしてるので YouTube 結構下だなと思ったら意外と2位だったんで、はい、2位です。これ実は同じです。でこれ違う理由なんですよ。ブログはテキストなんで分かりますね、文字 X 文字、 YouTube は文字じゃないけど、うん、実はアウトプット先として YouTube めちゃくちゃ最近重視してます。で一番低いのがインスタグラム、うん、インスタグラムって、はい、そもそもフォロワー多いとしても、うんうん、その方の動画とか写真が好きでみんな見てるじゃないですか、はいはいはい、ってことはインスタグラム見てる人って動画情報とか写真情報でそもそも何かの情報を知りたい人なんですよ、うんうん、例えば分かりやすいので言うと資産運用に関して知りたいなと思った時にインスタグラムって漫画っぽい感じのクリエイティブ多いですけども、うんうん、そうすると漫画っぽいなら見て自分が見れるけれども、はい、文字だとあんまり読みたくないし読むの最近慣れてないからしてないんだよねっていう人はインスタグラムだとちょっと例えばですけどプレジデントオンラインでもいいですしダイヤモンドでも何でもいいんですけどもそこからフォロワーの方が見てくれないつまり移行してくれないんですけども、うんうんうん、X とかブログとかだと文字が好きな人たちなので、うんうん、その文字がどこに書いてあるかの違いでしかないので書いてあるものは一緒ですよね、はい、方法がだから親和性があります、うんうん、実は YouTube も別の理由なんですけどもこれ今話しちゃいます。どこでアウトプットするのが正解か YouTube これ理由は何かというとこれはもう一つ重要な情報としてリーチっていう概念を最近は重視してますメディアは、うん、リーチこれ何かっていうとさっき言いましたけども文字を書いてる人は親和性があるので文字のメディアを見やすい言いました。ただ熱心にその例えばですね方をフォローしたりとかチャンネルを見ている方っていう、まあ、いわゆるエンゲージメントがロイヤリティって言った方がいいかもしれないですね。そうすると YouTube ってめちゃくちゃ高い。もうこの方のチャンネル更新されたらもうすぐ見るとかですね、はいはいはい、マーケティング侍も55分ね、うん、見てる方多いんですよね。信じられないですけどもこれが今見てらっしゃる方もこれ今多分動画40分目ぐらいですよね多分ねこれねメモリー見てるじゃないですか。相当好きですよね。ということはこのマーケティング侍の方が例えばゆうさんが何か本を出したとかですねなんたらば多分買いません、うん、そうなんですよ。リーチとして YouTube を見てる方っていうのはめちゃくちゃその方の出してる情報がどこに出ようが見たがる人が多いんですよ。なので非常にその意味でメディアはこの YouTube をやってるチャンネルのまさに今見てらっしゃる皆さんにあるメディアに乗った場合に見てもらえるという期待値が高いから YouTube やってるってなると非常に喜ぶ。なるほど。なんか2点ぐらい質問あるんですけど、はい、まずここに出てるのってちょっとブログはさておき、うん、SNS が多いじゃないですか、はい、これって SNS じゃなきゃいけないですか。SNS じゃなきゃいけないわけではないです。例えば最近だとこれちょっと意外とあるのが皆さん知ってるかもしれないですけど、まあ、ブログに近いけどノートとか、はいはい、これとかも結構見てたりします編集者の方。なんで例えば今のあなたの経歴さっき言いましたよね社長さんの経歴ってそういうのノートにまとめるとかすごいいいですね。なぜかというと X だとどん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 後ろに流れていっちゃうので例えば2019年に自分の経歴について10回連続で投稿しましたって言ってももう見れないじゃないですかそれ、はい、それはもうアーカイブに
になってしまうのでノートにまとめるとかは結構いいですね。なので限りません SNS に、はい、これ過去にもですねホームページについての話をしたことがあって、うん、メディアに出た情報とか、うん、今何をやってるとかをホームページにどんどんまとめていきましょうって話をしたんですけど、はいはいはい、一応この中のホームページがなかったので、はい、そのホームページの見解ちょっと聞いてみたいです。あ、すみません、当たり前すぎて言わなかっただけです全部、いや、そんなの全部最終的に気になったらホームページ見ますから、まあ、やっぱそうですよ。これはもう大前提です。もうこんなのはゼロですよ、レベルで言うと。なるほど、はい、ちなみにホームページの話これはですね、あの概要欄に過去もう出してますんで、はい、よかったらホームページに何を掲載するかちょっと皆さん見てください。だからまあ当たり前であるとはやっぱりホームページがなきゃダメだよという、はい、これはもう大前提で ホームページに情報を見に行くんですよ。結局面白い方がいた時にテキスト情報だと見やすいで、リーチがある方だと非常にその記事を読んでもらえる期待値が高いんでオファーしやすい。最終的にどんな人なのかとか、どんなそれこそメディアに出たことがあるのかとかですね、実績だったりはホームページを見に行きますんで、これがないのは結構、まあ、アウトオブアウト、アウトオブアウトすぎて、まあ、皆さん概要欄をチェックして、はい、ホームページについてチェックしてください。だからもうペラ1でなんか本当に会社概要、事業内容で、あとはなんか住所だけ、もうこれ最悪です。ちゃんと実績を載せなければいけないと、ね、はい、最悪です、ね、であと2つ目の質問なんですけど、はい、まあ、今 YouTube とか X とかいろいろ出たんですけど、フォロワー数って見られてますか？フォロワー数は見られてます。見られてます。はい。それはもちろん始めたてで、しょうがないというケースもあるかもしれないんですけども、基本的に、特にこっち、これですね。これは見られます。やっぱり。YouTube。はい。YouTube は、どっちかっていうと、このリーチっていう部分が非常に理由として大きいんですよ。メディアの方が。うん、こう、大事にしてるポイントとして。なので、登録者数、例えばまだ始めて100人ですっていうケースだと、リーチマックスでも100じゃないですか。うん。なのでちょっと厳しいので、もう少しやっぱり増やす必要があります。ただもう少しってどれくらいですか、うん、一応一つの基準としてはまあ1万人。あ、じゃあこのマーケティングの名前はギリセーフ。ギリセーフです。まあ、まず万ですね。最低でも万っていう感じ、うんうんうん、ですかね。はい。メディアによりますけど、まあ、大手のメディアだったら、大体万ぐらいは、っておいた方がいいかなって感じです。なるほど。一方で、例えば、最近、例えば SNS 始めた方ってやっぱりいるので、そういう方は少ないのはしょうがないと思うんですが、うん、ただ、例外もあります。その方がすでに、ある業界においては、めちゃくちゃもう、権威だったりとか、うん、もうすでに業界では一部の方ではめちゃくちゃ有名な方。例えば、わかりやすく言うと、某スマイルアップの方とかが昔 SNS やった時ありましたよね。その時って、始めた瞬間にブワーってフォロワー増えたりとか、話題にブワーって1ツイートしかしてないようになったじゃないですか。簡単に言うとあれに近い感だと思ってまして、うん、ツイート何もしてないのにやっただけで話題になるというのは業界の中だけでもいいんですよ。例えばその不動産業界のあの人がでもいいですし、例えばその工場だったらば工場のあの方が、例えば岐阜の工場のあの方が始めたでもいいですけど、その界隈で知られてるんだったらば十分です。その方のアウトプットが少なくとも岐阜の有名な財界の方に知られてるんだったらば、実はその数っていうのは実はそんなにちょっと例外的には関係ないかなっていう感じがします。アウトプットしてるものがあることは大事。それよりもフォロワー数よりも、うん、面白い情報をテキストで出してるとですね。ってことはやっぱりこう、じゃあつぶやく内容とか投稿する内容も何も考えずにただ出してるってのはあんま良くない。それは良くないです、うんうん、なのでフォロワー数が多ければいいわけでもないけれども、コンテンツがやっぱり、まあ、面白くないのをただ出してるだけでもダメって感じです。だからやっぱコンセプトは練らなきゃいけない、練らなきゃいけないってことです、ね、だからその YouTube にしても、まあ、X にしても何か自分の得意なテーマだったりとか、アウトプット先としてこのメディアに乗りたいなと思うんだったらば、そのメディアに合った情報ですね。例えば自分たちの会社の文脈に乗りたいならば、採用に関する話をツイートするとかですね、うんうん、ブログで書くとかノートで書くとか、まあそういうことですね。それが必要になります。なので順番は X とブログ、 YouTube で、ホームページは大前提、うん、でインスタグラム一番低いですよっていうお話ですね。これがアウトプットの正解です、はい。まあ、ちょっと SNS に関してはまた別の項目でね、やったりしますんで、はい、それはまた別の動画で見てください。じゃあ最後ですね、3番目、うん、これ最新のトレンド、ほう、ですね、はい、この動画を撮って今公開する今のトレンド、さっき PR に関する本で参考になるの3分の1ぐらいみたいな話をしたんですけど、そうですね、今回その3分の2に該当する話ですね。今一番2024年最新版のトレンドの話をしたいと思います。ここまでの話は割と、まあ、知ってる方、うん、分かる分かるって業界の方は分かると思うんですけど、ここ以降はですね、本当に今この業界に携わっている人ならば分かるっていう話をしていきたいと思うんですけども、最新のトレンドして今メディアが一番欲しいのは何かというとリーチです。これが今どのメディアも非常に欲しがってる YouTube が結構大事ですっていう話になったんですけれども、リーチって一体なんで必要なのかっていうと、今メディアは丸々化が進んでいるから、その理由でリーチがすごく大事にしなってるんですね。またクイズですね。さあ最後は正解するんでしょうか。メディアは何かが進んでるでしょうか。ファン化、ファン化が進んでいる。メディアのファン化、はい、はい、ファン化って何ですか。
好きなチャンネルは見るけど、その他は知らないみたいな。はい。はい、なので、その、わかんないです。正解です。正解です。じゃあ、正解書きましょうか。今、メディアは、有料化が進んでるからです。はい。ほう。意味わかります？有料化、課金みたいなことですか？そうです、課金です。はいはい、課金するために何が必要ですか？お金。お金が必要ですけど、はい、メディア側として用意しなきゃいけないことです。プラットフォーム。プラットフォームがあって、はい、不正解です、はい、YouTube 見るときって、はい、アカウント別になくても見れませんか、自分の。はい、そうですね。Google のアカウント作んなくても YouTube って見れますよね。 Netflix 見るときって Netflix、はい、黙って見れないじゃないですか。はいはいはい。会員登録必要じゃないですか。ですね。そうですよね、はい、メールアドレスとか名前とか選ばなきゃいけないですね、はいはい、その会員登録をして課金をしますよね、うん、はいはいはい、Netflix みたいに同じです、はい、今オンラインメディアなんかは基本的に全部無料だったんですけれども、はい、これから会員登録をしてもらって一部の記事を有料にするっていう動きが実はすごく進んでいるんですね、うんうん、それこそうちのクライアントでいうとスマートニュースのスマニュープラスに記事を提供してほしいっていうのが来たのと同じですよね。あ、さすがです。そう、はい、まさにですね。ちょっと専門的な話、まだ2020年最新なんで話しますね。今メディアの有料化が進んでいて、その有料の記事をみんなが見れるようにするプラットフォームができていて、それがスマニュー、スマートニュースがあっているスマニュープラスっていう実ですね、プラットフォームなんですけども、つまり何が起きているかというと、アカウントの会員登録をどこも欲しがってるんですよ、うん、じゃあどういう時に会員登録します？その情報が本当に欲しいから。その情報欲しいからですよね、はい、じゃあその情報って何かというと、はい、あの人の記事が載ってるからじゃないですか。はあ、確かに。自分の好きな、普段 YouTube で見ている自分の好きなチャンネルの方がいるとします。はいはいはい。じゃあこれが、じゃあマーケティング侍流星とします。はい。それが今回 YouTube では話せなかった話を、はい、このメディアで書きました。ただ、うん、会員登録が必要ですって言ったら会員登録するじゃないですか、うん、しますね。そういうことです。あの人の記事が書かれてるから、あの YouTuber のあの YouTube チャンネルやってる方の記事が書かれてるから見るとかですね、そういうケースが増えてるんですよ。今メディアが欲しいのはリーチなんですね、うん、リーチのある人から読者を新規で獲得したいっていうニーズが非常に高まってるんです。さっきの話に戻って、フォロワーだったりとかチャンネル登録者が一定数いることが送客につながるっていう期待に、まあ、やっぱりなるので、メディアとしてはただ面白いだけじゃなくて、その方がどれだけバックに自分のファンを持ってるか、読者を持ってるか、読者の潜在的な読者を持ってるかっていうところが大事なので、頑張ってリーチを作っていきましょうということが、この最新のトレンドとしてメディアが今欲しいものの正解ですというお話でした。はい、じゃあ最後の問題です、はい、いよいよ今日のまとめです、はい、今日メディアに出ることによって信頼と権威が獲得できると話をしましたね、はい、テレビっていうのはお金を出して、ね、CM じゃない形で乗るっていうのは難しいですね、うん、ダメです、できません。じゃあどうやって信頼と権威があるテレビに出るのかっていうですね、この流れ、何をすれば最終的にテレビに出演決定、はいはい、なるのかちょっと考えてみましょう、はい、最後は答えはもうテレビで2つあります。何でしょう？アウトプット、 SNS だったりとかでこう知ってもらうために動くっていう、はい、アウトプット、アウトプット、これはですね、もうさっきのもう答えなんで、これ0番目です。0番目、はい、これもホームページ作ると近いです。アウトプットしてない人には取材来ませんから、はいはいはい、アウトプットしたとして順番があります、うんうん、最初から例えばこのアウトプットをもとに、ある日ですね、急にテレビ局からオファーが来るっていうことは基本的にあんまないんですよ。まあ奇跡に近いですね。奇跡に近いです、本当に。順番があるんですよ。順番なんでしょう？ヒントが欲しいです。さっきテレビとかラジオとか新聞とか雑誌とかいろいろ言いましたよね、はい、それの乗る順番だと思ってます。乗る順番、はい、最後がテレビから、はいはい、だと雑誌が1番、2番目にウェブメディア、ウェブ、はい、はい、でいよいよ最後にテレビ。なるほど、はいはい、という順番で持っていくんじゃないかということですね、はいはい、うん、不正解です、はい、もう今日全問不正解でした、ね、はい、うん、これはですね、もうテレビに出るにはということなんですけど、これ別に必ずこうなるわけじゃないですけど、この確率が非常に高いですし、私がこれまで取材した方がこのパターンが非常に多くて、今実はテレビでレギュラー番組をもともと全然メディアとかも出てなかった方で出てる方とかもいらっしゃったりするんですけど、うん、そういう方がどういう道を辿ったか具体的にお話しますね。まずはアウトプット、これは当たり前です。当たり前ですね。最初はやっぱりですね、これウェブです。ネットニュースですね、分かりやすく言うと、うん、はい、ヤフーニュースとかスマートニュースに載っているようなメディアに載ることですね、うんうんうん、はい、これなんでだと思います？知ってもらうからとかじゃないんですかね、うん、
知ってもらえるから、はい、まあ、多分それだったら雑誌も知ってもらえるんで、ほうほうほう、答え言いますね。雑誌ってページ数大体決まってますよね、200ページとかで決まってるんですよ。で週間月間いろいろあります、うん、つまり椅子取りゲームやった時の、はい、プレイヤーの数と椅子の数で椅子の数が少ないんですよ。なるほど。でもネットニュースって、うんうん、例えばヤフーニュースとかですね、いろいろ見てるとツイッターでニュースアカウントフォローしてる、どん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 ニュース流れてくるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりネットニュースですよね。1日に何千とですね、もう記事がいっぱい出てるわけですよ、うんうん、何千何万という。ということはそもそも椅子取りゲームの椅子の数が多いのでまず乗りやすいんですよ、うんうんうん、じゃあただ乗るだけじゃないんですよ。それどういう形で乗るかっていうと文字で乗りますよね、はい、文字で乗る、文字で乗るということは文字で残るので、これが誰の目に留まるかというとこの雑誌の編集者とかに目に留まるんですね、うんうんうん、つまりメディアの方が面白い人いないかなっていう時に一番メディアの人がメディアを見てるんですよ。ネットニュースに載ってたりとかすると、例えばスイーツ屋さんでもいいし工場でもいいし、岐阜に関するネタでも群馬に関するネタもなんか取材したいなと思ってる時にまず最初にすることとしてその一つがネットメディアでその探したい情報に関するネタを探すことなんです。つまりそれって検索って文字にしますよね、はい、だから文字でアウトプットされてることが一番大事、うんうん、だからさっきのブログノートで、その方がどれだけリーチがあるかっていうポイントで見るとさっき言った YouTube とかまたは X におけるフォロワーとかそういうことが関係してくるんですけども、まずネットニュースで載ってることによって見つけてもらいます。誰に、雑誌とか新聞とか、うん、ラジオですね。だからちょっとここで質問があるんですけど、はいはい、そもそもこのネットニュースにどう乗るのっていう多分思ってると思うんですよ。はいはい、確かにアウトプットのこの0から1の多分ポイントですよね。じゃあ例えば頑張って X で発信してるのに、はい、一向にネットニュースから取材来ないんだけどみたいなですね、うん、こととかあったりすると思うので、これについてはですね何個かパターンがあるんで、本当に今日ここだけの話ですね。本当に今日これだけの時間皆さん見ていただいてるので本当に最後だからお話しますけれども、実は3つあります。これも、はい、まず普通の人が言うやつから始めましょうか。普通の人が言うこと、うん、第1番目、頑張ってプレスリリースを書きましょうとかですね、うん、そうでしょうね。自分の事業に関するアウトプットをメディアの人が見ているプラットフォームで出しましょう、はい、その本とかに書いてあるやつです。ちなみにあのプレスリリースわからない方もいらっしゃるので、プレスリリースというのはプレス報道機関に対して、まあ、リリースで、まあ、提出する見せるってことなので、昔はファックスとかで自分の会社に関する新商品だったりとか何かイベントをやる告知だったりとか上場しましたとかでもいいですし、例えば売上とか店舗数が100店舗突破とかですね、自分の会社に関するニュースをメディアの方に知ってもらうためにするアウトプットのことです、うん、具体的に言うとテキストであります。大手の PR タイムズというプラットフォームで大体皆さんプレスリリースを書くケースが多いですね、うん、これがよくあるメディアの方に知ってもらう方法として、本当に中学生でも高校生でもですねもしかしたら浮かぶような感じの話ですね、うん、これが一つ目、ただそれだけではないですね、はい、二つ目はメディアに対して企画を提案するっていうパターンがあるんですね。え、メディアの方のつながりネットワークないんですけどっていうかもしれませんが、ありますあります、大丈夫です。まあ今私もそうですけれども2つあるんですよ。それはちょっと分かれるんですけど、メディアの方に関するアプローチも、1つはそのメディアの運営をしているところに大体お問い合わせとかですね企画募集っていう風に大体フォームがあるんですけど、そこに企画を持っていく。ただし自分の会社がそのメディアにただ私の会社こんなことやってますっていう風にアピールするだけじゃ、ただそれはもうなんか演説みたいなもんなので迷惑なだけです。じゃなくてそのメディアに合った企画書だったりとか企画書に類するものを出すっていうアクションが必要です。これちょっとテクニカルなのでこの時間で全部話せないんですけども、例えば経済メディアでもダイヤモンドとプレジデントで好む企画って全然違かったりするんですよ実は。そうすると例えばうちのメディアっぽくない話持ってこられてもなと思うケースがあるので、これはメディアごとにそのメディアに乗りそうだなっていう内容で自分の会社の例えばネタ、さっき言った話で言うと離島50人の出身だったらば、はい、地元の新聞社にその企画を持ってるのはありなんですけども、これ例えば全国紙のメディアにいきなり持っていくってなるとちょっと確率は下がっちゃいますよね、うん、だから適切なメディアに適切な企画書を持っていくっていうアクションですね、うん、これが2つ目。まあ要は簡単に言うと、まずステップで言えばまず自分たちでその雑誌なりウェブメディアを見て記事とかを読んでみて、あれこれだったら自分も似たような企画出せるぞっていうところが始まりちゃう楽なんですかね。そうです、はい、ちゃんとあの乗りたいメディアを分析しましょうって話があって、割と乗りたいんですよっていう方に、え、じゃ何乗りたいんですかって言って、例えばプレジデント乗りたいんです、え、買ってますって、いや僕雑誌とか読まないですよねって、それは乗らんやろっていう、はい、分析しないとやっぱ乗らないですよね。乗りやすいメディアをまず見つけるというか、見つけるから触れておきましょうってことですね。はい、そうです、はい、でそういうケースで企画書が本当にハマった場合は本当に、あ、面白いですねってなってタイミングで企画が通るっていうケースがあります。で最後3つ目なんですけど、これいろいろあるんですけど、今の今日の皆さんに対して提供したい情報で言うと、時事性があるタイミングでアウトプットをするっていうものです。
この X でもいいしノートでもいいですし、さっき言ったブログでも YouTube でもいいんですけれども、あるいは気象だったりとか、例えば地震、雪だったりとか、猛暑だったりとか残暑だったりとか、今日とか今週だけ流行ってる話だったりしますよね、はい、自分たちの会社や自分がそれに関連することがあったら、いち早くそれに関する話をアウトプットするんですよ。これ一番実は聞きます。この3つの中で一番聞きます。なぜかというと、メディアはその話が今欲しくて欲しくてしょうがないから、それに関連する話ができる人をもうとにかく欲しいんですよ。ある有名な企業が何か例えば不祥事があったでもいいですし、ある有名な企業が M&A したとかなった時に、その会社の元社員として、別にその部署であった必要ないんですよ、その元社員としてこんな組織だったとか、例えば M&A した場合は、確かに前いた時にこういうような事業戦略を立てたからおかしくないなぁと元社員として思いますみたいなことですね。例えばノートで書くとか X で書くとか、特別で YouTube の企画でいつもと違う企画で番外編としてアウトプットするとか、そうすると実はめちゃくちゃこれオファー来ます、うん、はい、このまあなんていうかレスポンスの速さ、時事的なニュースに関してはもうとにかく乗っかっていくっていうアクションですね。これは実は一番効きますね。すぐにできます。フォロワー0人でも取材来ます、これは、うん、はい、っていうのはこの0から1アウトプットの方法とお話を今しました。というわけで話戻すと、そんな感じでネットメディアに取材されると、テキストで世の中にアウトプットされて、雑誌の編集部だったりとか、ラジオだったりとか、あとは新聞ですね、はい、新聞、ラジオ、雑誌、大体この辺が皆さん見て、最後にこれだけ情報が集まったところで、あ、この方って結構話せる尺があるなというふうに判断をテレビの人がして、オファーにつながるっていう感じになります。一番最初にやるべきはアウトプットで、さっきの3つのポイントを踏まえて、それを踏まえてウェブメディアに乗って、ウェブメディアに乗ると雑誌とかラジオとか新聞に乗って、最終的にテレビの人に見つけてもらうと、これが割と今まで多い信頼と権威を獲得することにつながるテレビに乗るまでの流れだなという感じになります。はい、はい、ということで今回はですね、まあ、PR パブリックリレーションズということで、メディアの出し方出方ですねについて完全版ということでお送りさせていただきました。でこのチャンネルがいいなと思った方はですね、高評価とそチャンネル登録、そしてシェアの方よろしくお願いします。結構鈴木さんにも問い合わせがめっちゃいきそうな感じもしますし、もっとこのメディアの話ってここで言えないことめっちゃありますよね。めっちゃありますね。めっちゃあります、はい、もう自分もわかるんですけど、まあメディアのね仕事をお互いやってるのでわかるんですけども、言えない話はかなりありますんで、そういった方はですね、まあこの YouTubeで言えない話はですね、私のですね LINE の方でこっそり内緒で配信したりしてますので、よかったら概要欄の方から LINE の方も登録してみてください。それではですね、また次回の動画でお会いしましょう。またねー。はい、リュウ先生、鈴木さん、今日はありがとうございました。メディアについて全然知らなくって、全不正解でちょっと恥ずかしかったんですけれども、まあリスナー代表なのでもう大丈夫かっていう、はい、いや面白かったですね。めちゃめちゃてんこ盛りで、最後にステップもお話してくださって、いっぱい話してくださったんですけれども、うん、なんか必殺技みたいなものそうだ、いっぱいありますよね。いっぱいありますよなんかよくそのメディア乗るときに、売り上げ上がるんですかって、上がりません、信頼と権威ですって話をよくしたんですけれども、よくデカするんですけど、逆に言うとメディアは信頼と権威を失っちゃいけないとは思ってるんですね、逆にやってる側としては、うんうんうん、でそうすると実は信頼と権威って他にも結構あったりするんですよ、はいはい、そうですね、獲得する方法が、うん、例えばですけど、さっき採用の時に親御さんが知らない会社だと親格で親ブロックが起きるって話がありましたが、ある企業とか社長さん検索した時にウィキペディアに例えば載ってたらどういう気持ちになります？使いますね、ウィキペディア戦略ね、はい、うん、そういうケースもある。つまりウィキペディアに載ってるっていうことが、やっぱり一つの、まあ、客観的にこれだけの情報が編集されてるんだっていうんですね、まあ、例えば社長さんでしたり、うん、その御社というかですね、今皆さんがよく経営されてる会社とか、うん、そういったところはやっぱり権威や信頼につながる部分もありますし、うん、スポンサーになってるケースですね、どっかの、ね、うん、イベントとか、それもやっぱり信頼権威になったりとか、いろいろ他にもあります。いやめちゃくちゃすごいポロッと言ってるけど、はい、結構ウィキペディアとかすごいことすごいのを話してるんで、はい、ちなみにこれでも過去にね動画撮ったんですよ。あ、そうなんですね。プルーフマーケティング、信頼のマーケティングっていうので実はこそこそ出してた話があって、うんうん、知らない方もいると思うんで、またこれも概要欄、今日概要欄多いな概要欄たくさんありますけども、はい、実は結構過去に言ってる話もあるんで、よかったらそっちも参考にしてください。ウィキペディアに僕も乗りたいんで、ちょっと半袖半ズボン生活を続けてみようかなと思います。あ、速攻で削除対象になります、それ